ボーカーさ、僕ね、ボーカーもすごい好きで、いや、最近は全くしないから忘れちゃったんだけど、なんか幼稚園くらいとか、あのね、小学校の低学年くらいの時に、ママと二人っきりでなんかポーカーやったり、一人でなんかポーカーを、待って、寂しい人みたい。一人でポーカーをやってさ、今はもう忘れちゃったんだけど、なんかね、ロイヤルストレートフラッシュを出すためになんかすごい頑張るみたいなことを一人でね、なんかずっとやってたり、え、あとさ、あとね、あと僕、あのね、一人で違う違う違う、ぼっちやんじゃない、違う、友達もいるんだけど、あと一人シリーズ、ぼっちシリーズはね、あと一人将棋と一人、あれなんだっけ、将棋のさ、あの、海岸バージョン、え、なんだっけ、どう忘れしちゃった、ポーカーじゃなくて、なんだっけ、あれ、チェス、一人チェスもやってたの。なんかね、なんか、お家にチェスがあって、ガラスのやつ。なんかね、この板、土台もガラスで、で、駒もガラスの、なんかおしゃれなチェスをママが持ってたのね。で、僕はそれを、勝手にね、ちょっと飾ってあったんだけど、それを勝手にね、取って、自分でチェスのやり方を調べながら、なんかこうかな、ああかなってね、あの、小学生ぐらいの時かな。自分で、ね、まず、A さんと B さんになるわけ。で、まず自分が A さんとして、チェス行って打つじゃん。で、その後自分が B さんとして、自分に勝とうとするみたいな。自分 VS 自分、はい、自分に被せ、自分が、みたいな。それをね、一人でやってたの。それでさ、なんかめちゃめちゃさ、それが大好きで、それがめっちゃ楽しくって、超やってたんだよね。一人チェス。なんか悲しくなってきた。ちょっと待って。違いますよ、マッチョすぎる、それは。ねえ、なんか、ぼっちでかわいそうだからみたいな、スーパーチャットちょっとやめてくださいよ、ちょい。一人人生ゲームとか一人オセロ、あ、一人オセロもやった、マジで。やったよね、一人オセロとかも。やったわよ、マジで。